8月4日、中国国家衛生委員会は全国で17億回以上のワクチンが接種されたと発表した。しかし民衆からは多くの人が強制的にワクチンを接種させられ、接種後に死亡した人もいたとの暴露もあった。ウェイボーには強制的なワクチン接種について次のようなコメントが多く寄せられた。会社からワクチン接種が強制され、接種しないと働くことが許されなかった。高血糖の予防接種は受けられなかったのに、こっちは強制的に接種させられた。福建省連城県のある健康病院が、すべての従業員とその家族にワクチン接種を義務付けていて、接種しなければ賃金を停止するという要請も出した。この種の拒食された接種人数実績に関して、他の奇妙な方法によるデータ改ざんも暴露されている。8月4日、中国本土出身でアメリカ在住の著名な労働者権利活動家である柯海鵬氏は、故郷の地方政府がアメリカ滞在中の彼らをワクチン接種者として数えようとしたと明かしている。昨天的时候，我受到国内家人的电话，告诉我说啊，由于县政府对我们村下达的指标，就是说要做到所有的人全部接种疫苗。那么我和我太太还有孩子们在几年前就来到了美国，但是他们让家人打电话给我说，让我提供我们在美国的接种证明。湖北省出身の柯海鵬氏はこれを不合理だとしている。また中共当局は十数省での感染拡大を受けワクチン接種を急いでいるが、ワクチンの副作用については隠蔽している。市民活動家の蔡氏は、劉さんという女性の父親が中共ウイルス、COVID-19 の予防接種を受けた後に死亡したケースについて、新東人テレビに以下のように明かしている。劉女士是河南人、她的老爸呢、59歲、在江苏江家港口那个地方入宫、入宫的时候叫他们打疫苗、打疫苗的时候让他签了一个什么自愿接种的承诺书、打完没几个小时人就死掉了。现在尸体还在等待尸检，已经过了六七天了，他就对这个事情不知道怎么处理。記者は劉さんに状況を確認しようとしたが、劉さんは明言を避けた。你父亲现在处于什么状况？已经火化了吗？对呀、我这边已经处理好了，我不想再谈这个事情了。你说的比较有点晚了。蔡氏によると、劉さんは非常に恐れていたため、すでに当局との間で未公開の闇処理にしてしまったとのことだ。